お世話になります。噂のエナリストです。今回は萌え千葉について説明をしていきます。前作のもっと千葉リオでは有力感が切れるタイミングがわからないなど、ハイエナにとっては最悪な題でしたが、今回はその不安要素を改善して新登場となります。現状わかっている情報をまとめてみましたので、ぜひご参考ください。今回は天井の前にモード別の特徴をまずは紹介していきます。モード B が天国に上がりやすいというのは皆さん知っているかと思いますが、今作はモード A から天国へ移行した場合は超天国へ上がりやすいという特徴があります。移行率は不明ですが、浅いボーナス回数で天国へ移行した場合は超天国に期待ができるということですね。続いて天井はこちらです。天井は3種類あり、今作から天国スルー天井が搭載されました。これは大きいですよね。冒頭で触れた有力感のリセットがわからなかった前作の問題点を改善した結果だと思います。天井は400ゲームと900ゲームとありますが、基本は900ゲームと思っておきましょう。400ゲームに関してはあまり狙う必要はないかと思いますが、直前であれば狙ってもいいかなと思います。ゾーン狙い的な感覚ですね。一番初めに言うべきでしたが、そもそもこの台は天国をスルーしている台ほどいいモードに滞在している可能性が上がる台ということを念頭に置いておきましょう。オキドキ系を触ったことのない人のために解説しますが、天国スルーというのは32ゲーム以内の当選がない状態のことを言います。例えばこんな履歴の台があったとします。3回前の9ゲームのボーナスで天国が終了している状態です。その後ボーナスを2回引いて天国へ移行していないのでミスルーとなりますね。そしてこの手の台に関してはいかにモード B を打てるかというのが重要になってきます。超天国に上がりやすいけど天国への移行率が低いモード A を打つよりも、普通の天国に移行しやすいモード B を打った方が期待値は高いということです。つまりいいモードに滞在している可能性が高い、ボーナススルー回数が多いほど狙い目と言えます。なのでボーナススルー回数によって狙い目を調整するのがベストかと思います。あまり細かく設定しすぎても覚えづらいだけなので、これぐらいを目安としました。いかにモード B を打てるかと先ほど言いましたが、逆に言えばモード B を捨てないように注意をするといったことも必要です。ランプの光り方によって次回のモードの示唆が行われているので、そこの示唆によって追う追わないのリハリをしっかりつけていきましょう。続行すべき光り方だけでもこれだけの種類があるので、正直これは覚えきれないと思います。その都度調べていきましょう。ちなみに今紹介しているのはモード B 以上濃厚のパターンのみですが、これ以外にもモード B 示唆という微妙なラインもあります。これは本当に微妙なラインなのですが、個人的には4スルー以上であれば追う、4スルー未満であればやめるといった立ち回りでいこうかと考えています。またランプの光り方以外にもパンチェリーが出現するとモード B が濃厚となります。パンチェリーとは中リールにチェリーが止まらない、つまりチェリーがテンパイしていない出目のことです。先ほどのランプの下がなくてもパンチェリーが出現した時点で天国に上がるまで続行しましょう。それと筐体上の真ん中付近にあるランプが32ゲームの時に光る可能性があります。緑もしくは赤であれば天国まで続行しましょう。場所が分かりづらいですがここら辺です。32ゲームの時だけなので見逃さないように注意を払っていきましょう。続いてリセット狙いです。初代と同様で1チェリーと5チェリーに関してはかなり厚いようです。特に中でも1チェリーが最も厚いと言われています。とはいえ初代と違ってリセットの判別ができなくなっていることと、リセットの恩恵が強いためホール側としては据え置きを使う可能性の方が高くなるといった点から狙うことは難しいと思います。狙うとしたらの話ですが、数台導入されていれば前台を1回のチェリーを引くまで打つプラス少し前兆を見るといった立ち回りがいいかと思います。そして前兆中にチェリーを引いた台から優先的に5回目のチェリーまで様子を見るといったのがベストかと思います。これまでにお話ししたことを踏まえた上でのやめときはこちらです。私がよくやってしまうのですが、分回していると一瞬の下やパンチェリーなどを見逃してしまうことがあります。最初の方でお話ししましたが、モード B を捨ててしまわないように細心の注意を払ってください。今回の話をまとめるとこちらです。打つ前には天国のスルー回数を確認してボーダーを調整してください。初代と同様にリセットが美味しいのは間違いないですが、リセット判別ができないのが難点ですね。何度も言いますが、ランプの示唆、パンチェリー、32ゲームの一瞬のランプの光など、モード B の示唆を見逃さないように注意を払っていきましょう。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。